こんにちは、MD ジャックです。今回は KZ の TWS-Z3 のレビューですが、その前に KZ-AZ09 に B タイプが追加発売されましたね。 B タイプは結構汎用性があるので要望が多かったんでしょうかね。 I はまだそんなに優先モデルを持っていないので、ありがたみがよくわからないんですけど。そうだよね、KZ だと AS06 とか EDX とか ZS10 とかいろいろね。 KZ 以外でも手持ちで結構あるんで、 AZ09 の2ピンタイプの登場は歓迎だね。で、接続が不安定ですってコメントをいただいたことがあるので先日検証してみました。詳細は上の表示の通りで、結論としては私の個体では全く問題なく接続できましたのでご報告しておきます。無線接続だと個体差、接続デバイスとの相性など原因はいくつかあるから切り分けがちょっと面倒ですが、接続デバイスを2台試して悪い結果だったら本体交換した方が良さそうですね。過去にタオトロニクスの TWS で交換対応してもらって症状が消えたケースがありましたので、接続が不安定だったら早めに本体交換の手続きをすることをお勧めします。では本題の KZ-Z3 を見ていきましょう。本体外観は SE08 との比較をしてみると少し薄くなっていました。サウンドピーツのソニックプロと比較するとソニックプロの小ぶりさが目立ちます。充電ケースは過去のモデルとの比較では S2 と似ていますが、これも一回り小さい仕上がりです。充電端子が真下についているとこんな風に充電することになるからちょっと微妙です。過去モデルが実質3時間ぐらいの稼働時間だったことを思うと、実測6から7時間は持ちましたので、この点は進化していますね。でも同じ QCC3040 を搭載したサウンドピーツソニックプロは実測で11時間稼働するのでちょっと置いてかれてます。QCC3040 搭載ですが、対応コーデックは AptX までです。実売価格からすると妥当なところかとも思いますが、あと1000円高くても AptX アダプティブ対応にしてほしかったです。アリの販売ページ Amazon でも AptXLL AptX アダプティブの表示を使って対応しているかのような表示を見かけましたが、違うと思うんですよね。遅延は実測してみました。機器間のレイテンシーの計算をするより有線接続との差を測った方がシンプルだったので、この方法でやってみました。経験上スマホ接続だともっとレイテンシーは小さく感じますが、スマホでのいい測定方法が見つからなかったので PC 接続での比較になりました。トランスミッターの性能に左右されているような気もします。まず有線接続と Z3 の AptX 接続でハイパフォーマンスモードの差です。 95ms の遅延となっています。次は有線接続と Z3 の AptX 接続でノーマルモードの差です。 220ms の遅延となっています。レイテンシーは音で聞いた方が分かりやすいのでやってみましたが、いかがだったでしょうか。あまり電車に乗る機会がないので、とりあえず家の周りを30分ぐらい歩いて確認しました。車がそばを通る歩道をしばらく歩きましたが、瞬断を含め途切れることは全くありませんでした。ではミミィちゃん、今回もよろしくね。 OK、 Z3 は KZ の有線モデルのデザインをそのまま使っているようで TWS らしくないのね。だからヌズルが長くは見えなくて、比較してみてもほんのちょっと短いよね。なので TWS 専用イヤピじゃなくてもミミィへの収まりは割としっくりきてるんだよ。まあ軸が短いイヤピの方がよりフィットするのは間違いないけどね。 SA08 とかより薄くなった分、装着後の見た目もアップしたよね。そうね、良くなってるね。はい、ミミィちゃんありがとう。音質比較動画はサウンドピーツソニックプロを比較対象としており、収録時のイヤピはファイナル E タイプを使用しています。では音質比較動画です。
ので、すでにお分かりかと思いますが、1BA プラス 1DD 搭載で、聖域と広域を分けている割に、広域が出ていない上に、聖域でマスクされたような状態で、今年買った TWS の中で、一番がっかりしたバランスです。手持ちの KZ、3モデルの波形を重ねてみましたが、聖域の差は歴然としています。広域は、S1 が似たようなカーブになっていますが、S1 自体の広域は、それほど貧弱には感じません。聖域に目を向けると、ピンクノイズの基準線あたりのレベルに収まっているので、バランスが取れているからだと思います。SA08、S2 の広域と比べると、5kHz 以上でのレベル差は大きく、その結果は、音質比較動画でお聞きいただいた通りです。S1、S2、SA08 はどれも連続稼働時間が3時間ぐらいでしたが、 Z3 は6から7時間ぐらいは持ちますし、 SA08 で気になったホワイトノイズもほとんど感じませんので、バランス以外の性能面での改善があることは確かです。これは音質比較動画で比較したソニックプロをピンクの太線で表示し、最近動画で扱った TWS の波形も重ねたものです。先ほどのモデルも入れると7モデルと比較しましたが、ここから言えることは、Z3 は低域が極端に強く、この帯域が細く、5kHz 以上の広域も弱いということです。ビート中心の曲だとこれでも受け入れられるんだろうか、と思いつつ、個人的にはこれはちょっとないなぁ、というバランスです。今回は、最近定着してきた波形分析の愛のパートまでジャックさんが喋りまくっているので、ここで愛が割り込みます。Z3 のこの低域重視のバランスを、愛が EQ でどうにかしてみたいと思います。仕組みは上に記載の通りで、愛は TWS はスマホで再生しているので、スマホで調整することにしました。早速 EQ をオンにします。ピンクの波形が変化し、これが EQ 補正後の波形になります。細かい設定は省きますが、狙いは低域を抑え込み、減衰しすぎた中域を少し足し、6kHz 以上を全体的に持ち上げるという感じです。音楽を聴きながらではなく、目的の波形に近づけてみた後、音楽を聴いて確認するという流れで調整しましたが、実際聴いてみると低域の存在感を残しつつ、中域に厚みが出て、広域も刺さらない程度に目立ち、かなり良くなりました。ジャンルによって微調整はするでしょうけど、これで Z3 はかなり聴きやすくなりました。音場も広くなり、低域のマスクが減ったおかげで、低位、分離も改善され、がぜん気に入ってしまいました。EQ 補正は最初は敬遠していたのですが、実際やってみると、モデル特有の響き方がある程度残るので、音質が気に入らない場合は、積極的に補正してもいいんじゃないかな、と思います。はい、愛ちゃん、ありがとう。KZ の TWS のラインナップに SKS、SK10 などが加わり、SK10 なんかおしゃれで愛ちゃんが飛びつきそうですけど、同じような低域重視のチューニングだとしたら、ちょっと手が出しづらいなぁというのが率直な感想です。愛ちゃんはどう ?SK10 なんかいいんじゃない？いいですね、ピークありますよ。もう買う気になっています。そうだろうね。KZ は優先モデルが豊富な割に TWS はちょっと弱いかなという印象で、今回もそれは同じでした。Z3 は5000円ぐらいで入手できますが、今回の比較で登場したサウンドピーツ、ソニックプロと比較すると、対応コーデックも音質バランス面でもちょっと見劣りしてしまいます。なので、Z3 は低音好きな方ならどうぞと言えますが、接続したら何の調整もせずに聞きたいという方。KZ の優先モデルのような高音を期待する方には全くおすすめできません。ですが、上のような良い面もあるので、そのあたりを考慮した上でお選びになることをおすすめします。私はというと、音質調整で手のかかる子ですが、EQ 補正後のバランスなら、Z3 は価格面を含め、まずまずという感想です。SK10 は多分愛ちゃんが買うので、またレビューします。ということで、KZ の TWS、Z3 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。